皆さんこんばんは。日本レタグラフィー協会事務局スタッフの吉岡さみです。はい、今日はですね、ひな祭り×水引き×レタグラフィーをテーマに、広島県廿日市市で水引きとレタグラフィーのお稽古サロンアトリエ桜野さんを主催されておりますのりこ先生をゲストにお迎えしてライブ配信を始めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあのりこさん早速ですが、簡単にって結構ですので自己紹介お願いします。あ、はい、今 の, おっしゃったように宮島の対岸、もうこの窓から宮島が見えるんですけれども、そこで、まあ、自宅の2階で、まあ、教室っていうか簡単なレッスンさせてもらったりとか、あとは、まあ、出張レッスンしたりとか、はい、をしてます。もともとでも私デイサービスの介護福祉士なので、はい、ね、パラレルワーカーなんですよね。去年の3月までは、そっちの方を正社でやってて、で、4月からパートになって、別の会社でパートをし始めたので、はい、今は、はい、もうこういうことがやりたくて、はい、正社を辞めました。そうなんですね、はい、なんかね、のりこさんも早速コメントで素敵なメガネですねって来てましたね。お似合いです。いやいや、これ不評なんですよ。もうそう、教育ママみたいって言われて、そうそうそうですか。いやいや、普段ほとんどね顔出しされてないんですもんね。してないですね。はい。ねえ、でもね、とっても。そう、こんなおばちゃんなんで。いやいやいや、なんかね、すごくね、似合ってるし、もう、のりこさんすごいお綺麗でいらっしゃるので、もう私絶対のりこさんを顔出しした方がいいって言って、今日ね、一緒に、ライブ配信できて、とっても嬉しいです。はい、楽しんでね、皆さんと共に楽しんで、はい。そうですね。いますので、ね、よろしくお願いします。ぜひね、たくさんね、はい、コメントいただけたら嬉しいね。はい、ありがとうございます。はいはい、じゃあ早速なんですが、今日のテーマである、まず水引きとレタグラフィーを、はい、のりこさんがやろうと思ったきっかけっていうのは、はい、何だったんですか？まず水引きは、まず水引きからいきましょうか。そうですね、うんうん、まあ、まず水引きが先なので、うんうん、水引きは、8年ぐらい前に、うんうん、まあ、たまたまもう和紙とかが好き、紙が好きで、うん、かわいい。私が好きで。そうそう。で、その和紙を求めに行ったところが、水引きをちょっと教えられてたので、うん、で、そこで体験をさせてもらって、あ、やってみようかなっていうのがきっかけですね。うん、で、水引きの、あと、そこにはまったのが、水引きの一つずつに意味がすごくあるっていうことが、まず一つ。ベースだったと、そうですね、だいたいお祝いのものとかに使うじゃないですか。淡路だってそうだし、まあ、これはまたネット見てもらったら、語り始めると長くなるのでもうネットの説明見てもらったら書いてあると思うんですけど、まあ、そういうのをやっていくうちに、あ、こう結んでるうちにこうすごく楽しくなったんで、そうなんです、それでもハマってしまったっていう。で、水引きでいろいろなんていうマルシェに出たりとか、そういうものをやっていくうちに、うんうん、たまたまどっかのお店でなんかこう英語のね、サラサラサラと書いたのが、ね、うんうん、引き体があって、うんうんうん、あ、いいなって思って、あ、カリグラフィーやりたいなって思って、うんうん、でインスタをこう、ね、いろいろこう見よったら、うんうん、そうなんですよ。いや、レタグラフィーとの出会いはそのインスタだったんですね。はい、教会の、ジーバ先生の教会のが出てきて、うん、あ、すごい素敵って思って、で、うん、もうすぐにも問い合わせして、で、うん、かこの辺で教えてくれるとこないですか、もしなかったら私神戸まで行きますって言って、そうね、うんうん、アプローチをして、すごい、そしたら坂田先生をご紹介いただいて、うん、そうなんです。ねえ、すごい、もうこののりこさんの、そのなんか、溢れるガッツっていうか、習いたいっていう、このなんか意欲が、すごいなんか、
素晴らしいですよね。すごく嬉しいです。うんうん。そんなそんな。ね、ともこ先生も嬉しいですって書いてくださってますけど、で、そこで、まあ、同じね、広島つながりで、ちい先生のとこに行かれたんですね。うん、はい、ね。これもね、ご縁ですね。そうですね。で、まあ、すごくいい先生なんでね、気さくな、うんうん、すごくいい先生で、うんうんうん、あ、まあ、話してて楽しいし、ああ、じゃあもう、うんうん、本当にあの、もうすぐ体験して、もうすぐ、あ、先生すぐ、うん、すぐ認定講師行く行く行くって言ってもいい。すぐなんです。すごい。はい。だから本当、うん、あの、まあ、でもそこからがね、なかなかね、うん、あの、水引きやりだしたら、もうちょっとレタグラフィーの練習もなかなかできなかったりしてて、もう今すごく葛藤なんですけど、もう今日もこれやらなきゃいけないけど、水引きやらなきゃいけないし、みたいな。なるほど。まあ、でもね、こうなんか、コツコツとでもね、なんかこう、ずっとね、細く長く続けられるのがレタグラフィーのいいとこだなって思うので。そうですね。ね、うん、で、確かに、あの、まあ、もともと水引きやってるじゃないですか。うんうん、まあ、その他にもいろいろやってるけども、うんうん、あの、レッスンしてますけど、うんうん、その、レタグラフィー、境界にがすごくやっぱり素晴らしいなと思って、で、うんうん、もう本当、私、今日さっきまで、あの、うん、シエリス先生です。シエリさん、はいはいはい。名古屋の？あの方、うんうん、そうそう。あの、うんうん、この文でね、あの、文字書きたいんだけど、どのペンを使ったらいいのみたいな感じで、まあ、ちょっとこう、うん、教えてもらってたところで。そうなんですね。ね、なんかその、レタグラフィー協会の人って、この所属してる認定講師の先生たちって、本当に多彩で、はい、ね、こう、いろんなジャンルで活躍されてる方が、なんか多くいらっしゃるので、うん、こうみんなで、こうなんかこう、分け合えるっていうか、得意なことをこうサポートし合えるってすごくね、素敵なつながりですよね。そうなんですよ。ではですね、じゃあその早速、はい、そのパワフルなのりこ先生が作っていただいた作品を、ちょっと今日はね、お披露目していただきたいと思いますけど、はい、大丈夫ですか？そうなんです。はい、あの、今日の作品ですね、どういう風に見せたらいいですかね、これ逆。あ、もうそのままちょっと、どうしようかな。反転しても良ければ。あ、そんな感じで。はい。こんなんでいいですか？ちょっと、まあ、文字が反転になっちゃいますけれども。はい。これ、まあ、一応、ここ、爪楊枝につけたんですけど、ピッと、あの、淡路玉なんですが、これはもうね、あの、ピックとして使えるし。これ、爪楊枝なんですね。これ、爪楊枝なんですよ、これ。かわいい。ねえ。爪楊枝、うん、もうこの年になると爪楊枝とっても必要で、すごいあのまあでもね、可愛いから、まあ結構ね、うん、すごい使えるじゃないですか。うん、で、あの、これも端は端袋のね、折り方でもうできるんですけれども、うんうん、そうそう、だからこういうのとか、で、あとは、うん、今の封筒ですよ。あ、ごめんなさい。うん、封筒、こういう感じで。封筒ですよね、おめでとうっていうのに、これは、うんうん、カノー結びってリボンのカノー結びって言うんですけど、この分を、はい、くっつけて封筒にしてるので、かわいい、まあ、ちょっとね、はい、あの、いつでものりこさん、ちょっと質問です。私、はい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 、なんか水引きって、はい、なんかそのご祝儀袋で使う、はい、なんかこの紅白の鶴みたいなねなんかそういうあの、ね、赤と白の、そう、イメージが、はい、なんかそういうイメージが強かったんですけど、はい、そのカラフルな、すごい可愛いお色の水引きっていうのもあるんですね。たくさんありますね。だから、水引きを見せてくださいっていうか、あの、ね、うんうん、見たい見たい。そうそうそう、うん、たくさん見せてくださいねって言われて、どうしようかなと思って、反転したらいいですかね。ちょっと待ってください。うんうん、反転。あ、これですね。よきよき。はい。わかります。わあ、すごい。見えます？たくさんいろんなのがあります。これも本当私のごちゃごちゃの、あの、あれなんですけど、たくさんいっぱい入れる、いろいろ入ってて、うん、はい。で、すごい量が。すごいありますね。で、こちらに、うん、あの、またキンキラしたのが入れてあるんですけれども。はいはい。はい、ゴールドとか。はい、この辺がもう。何本ぐらいあるんですか？てか何色ぐらいお持ちなんですか？何色か。わかりません。何色あるんですか？もうすごいいっぱいあるんですね。
すごいたくさんあります。ですごいカラフル、かわいい。そうなんですよ、カラフルですよね。で、あとこれが今回の、うん、あれ出した、ね、今回の、はい、あれですね、事前にお送りいただいてた。はい、そうなんです。これとか。これ、関札ですよね。そうです。で、これはあの豆が入ったのを。で、これが、ひなあられ、まあ、ひしもちの上になんかつけた感じにしたんですけど、うん、まあ、おめでとうっていう。かわいい。はい、こういうのとかで。そうなんです。そのひしもちは和紙ですか？これ和紙ですよ。ね、これめっちゃかわいいですね、はい、ひしもち。これ和紙です。これ3枚、3枚重ねて、その上にトレーシングペーパーにしてるんですけど、うんうん、まあ、はいはい、くっつけて。はい。で、これほんとかわいいです。うん、ね、まあ、もうどちらかというと、こうね、何これ、ひなあられって言うんでしたっけ。うん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 、そうそう、これを可愛く、うん、こういうパッケージしても可愛いかなと思って。可愛いです、とっても。そうですね、ひな祭りのカラーがすごい可愛いね。やっぱりピンクと白とこの ね草色っていうか、グリーン系っていうのは可愛いですよね。うん、うん、で、このなんか席札もなんかこの大人のひな祭りパーティーの女子会とかにね、うん、使いますよね。絶対使えますよねと思って、うんうん、まあ、可愛すぎる。まあ、娘 の, あの学生時代のというか今でもそうですけど、お友達の名前を借りて書いたんですけども、うん、ね、みんなそれぞれにもう、まあ、ママなんで。うん、うん、そうそう、ね。え、まあ、ううのりこさん、もう一回ちょっとひなあられ見せてもらってもいいですか？それそれ、はい、うん、このひらがなのレタグラフィーもすごい可愛いですよね。ねえ、ひな祭りもそうですしね。あ、ひな祭りもそうですね。なんかレタグラフィーっていうと、どうしてもなんかこう、アルファベットな、なんかこう、英語のイメージがね、すごく皆さんね、うん、お持ちかなって思うんですけど、ひらがなもね、ほんと可愛く描けちゃいますよね。うん。かわいい、ね。はるとくんはお孫ちゃんかな？あ、そう。ね、そうそう、ハルト君が応援してくれてます。はい。だからその、なんかもう、のりこさんが、そのなんか、お孫さんがいるっていうのをお伺いして、ね、すごいびっくりしちゃって、すごいお若く、ね、いやいや、いらっしゃるし、もう、すごい、とんでもない、還暦60代の、あの代表で、本当見えない、見えないし、もう素晴らしいと思って。本当にもうね、でも、うん、ね、なんかこうレタグラフィーも何歳になってもできるっていうね、うんうん、感じじゃないですか。本当そう思います。だから、うん、そうそうそう、だから私たちもちょうどね、それこそあの、うん、若い頃はね、あの、うんうん、外国に憧れたりとかね、うんうんうん、あのしてた時なので、やっぱり英語っていうのはすごく馴染みやすいなとは思います。うんうん、はい。いや、だから私、ま、あのこのレタグラフィーの認定講師講座の中にも水引きのカリキュラムがあるじゃないですか。ありますね。もうね、それがね、本当苦手で、もう何回やってもなんか違うな、なんか違うなってなっちゃって、どうしてもね、水引きがね、本当苦手で、もうなんかレタコミでなんか本当桜野さんにレッスンをしてもらいたいっていうリクエストを出してるぐらいなんですよ。まあ、でも本当に基本的なことさえきちっとしてて、うん、あとはちょいちょいこうね、うんうん、ここやったらいいですよっていうぐらいのことしか本当に教えてないっていうか、さっきの、あの封筒にあったあのおリボンの結びとかはそんなに難しくないんですか？うん、これなん、うん、でもこれなんかこの間あの、水引き教室でやったんですけど、みんなが難しいって言う、うん、そうなんだ、そうでもないと思うんだけどと思ったんですけど、まあ、いやなんかすごい可愛いなと思って、まあ、でもね、あの、うん、いろんな結びがあるので一つずつ、ね、うんうんうん、あの勉強してたら楽しいかなってやっぱり思いますよね。うん、こう、うん、日本のアイテムかけるレタグラフィーってこうシーズンごとにあるじゃないですか。そうですよね、セックなんかもそうですしね、うん、なんかその時のこうなんかひらがなのなんかレタグラフィーアイテムにやっぱこう水引きを合わせるってすごくいいなと思って、うんうん、どうしてもついついあの
英文字で書いてしまうんですけど、うん、でもやっぱりこう、ね、ひらがなっていうのはこうすごく優しいじゃないですか。ひらがなっていうのは日本だけの文化だし、うんうん、漢字は割とね中国とかいろんな、ねね、ところでも、うんうん、多いんだけど、うん、ひらがなの文化はもう日本だけの独自だから、うんうんうん、まあそれをねあの書けて優しく、うん、こう可愛く書ければあの、ね、ひらがなは優しいイメージが出るじゃないですか。もうなんか本当柔らかくって、ねうん、優しい感じですよね。もうねその箸袋が本当に可愛い。これですよね。うん、その袋はの土台も和紙ですか？これ和紙です。これ、うんうん、あの本当に本当の和紙で、うんうん、何色かすごくあるんですけど、その、うんうん、和食揃いの分ばっかりを買ってちょっと作ってみたんですよね。なるほど。はい、あ、のりこさんちょっと質問です。はい、ちょっと今質問で、はい、水引きもあの日本だけの文化ですかっていう質問なんですけど、そうですね。うんうん、水引きは日本の文化ですね。もう、うん、それこそまあかなり古い文化ではあるんですけれども、うんうん、あのもう要はあちらの中国とかあっちの方からまあ献上するものを、うんうんまあ、昔の天皇様に献上するときに一応紐っていう形で出たのが、うんうんまあ、水引きの語源じゃないかなとは思うんですけれども、私もちょっとはっきりもうしっかり勉強してないんであれなんだけど、かなり古いですね、はい、なるほど。でやっぱりこの水引きっていうのはあの、うん、もともとが、芯は和紙なので、うんうんはい、もう紙と、ね、今頃はもうビニールコーティングとかもあるけど、うんうんうん、やっぱりもう元々は紙の芯で、うんうん、これは特に絹巻きとしてあるので、うんうん、周りに絹のあれが巻いてあるっていうものなんですけど、うんうん、他にもいろんなものがあるんで、うんうん水引きの種類にも これだけたくさんあって、うん絹巻き、プラチナ、羽衣、花、つづれ、ファンタジー、あけぼの、特攻、ここでつづれ、つづれだったかな、砂子、みやび、パールとかっていう、うんうん、これだけの、 あの水引きの種類があるんですよね。へえ、すごいいっぱいあるんですね。そうです。だから今さっきあのお見せした中はもういろんなものが混ざってるんですけど、うんうん、その中の、うんうんまあ、例えば絹巻きの赤とか黄色とか青とかっていう感じで、で今度プラチナだったら金銀もあって、金もバージョンがいろいろあって、うんうん、色合いがちょっとずつ違うとか、ほプラチナの濃いゴールドとか普通のゴールドとかっていう感じ で、あとプラチナシルバーとかプラチナパールとかっていうのがどんどんいっぱいあるんですよね。すごいなんか奥が深い。そんなにあるんですね。あるんです。だから、おひなさん作った分もこれもプラチナのゴールド、うんうん、見たい見たい、それ見たい、はい、ゴールド、ね、めっちゃかわいい。これゴールドで、これは濃いゴールドなんです。でこれはプラチナピュアホワイトっていう、うん、はい、うん、またちょっとプラチナ系でもちょっと白っぽいものなんですね、うんうん、だからこういう本当にいろいろいろんな色があるので、まあ、好きに作ってもいいかなと、うんうん、はい、水引きを紙につけるのはどうやってつけ、うん、これですよね、うん、これは、うんうん、あのボンドですよ。ボンド、あ、ボンド、うん、ボンドに後ろピーッとつけてピタッと貼ればつけます。はい、それは簡単ですね。これは簡単です、うんうん、だから、まあ、ボンドじゃなくこう結ぶのもね普通に祝儀袋なんかでありますけど、これはもう簡単にもうボンドでペタッとつけるだけなので、うんうん、特管ボンドって書いてあるので、あ、はいはいはい、あれが便利です。はい、あれがあのすぐにつくので、うん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 、特管って書いてあるのを買ってください。なんかその水引きってすごいレタグラフィーと相性がすごくいいし、なんかこう、ご祝儀袋だけっていう風な、なんか勝手な思い込みっていうか、今まであんまり知らなかったので、今日はなんかのりこ先生のおかげで、すごいたくさん、うん、水引き勉強になりました。あと、うん、あの、水引き購入先って言われてましたよね。知りたい知りたい。なんですけど、私は、
ここのふるさと水引工芸っていうところと、あと津田水引さんっていうところで私は購入してます。なので、はい、あの他にもね、たくさんありますので、いろんなところを検索して購入してもらってもいいかなとは思います。はい。じゃあ本日はひな祭り×水引×レタグラフィーをテーマに、広島県廿日市市でアトリエ桜の主催されております、のりこ先生をゲストにお送りいたしました。のりこさんありがとうございました。皆さんありがとうございました。